これは暗号？なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ちょっとこれを見てもらえる？わかる範囲の言葉を書いてみたの。手に入ったのは石の守護神という部分の石片。石の神殿にあったことを考えると、ここの石片の言葉に何か意味があると思う。あと4つの石片がはまりそうな場所があるんだけれど、煮え、機械の断り、記憶する木、中世のケルベロス。このうち機械の断りは多分ロボット山を示していて、記憶する木は神話の森かしら。あとの2つ、煮え、中世のケルベロスは何のことを言っているのかわからないわ。なるほどな。ん？各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。手当たり次第に殺していくと。魔王の元に行くためだ。それに相手は魔物、構わないだろ。けど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。でもヨナちゃんは生きてる。絶対に生きてる。とりあえずロボット山と神話の森に行ってみます。わかった。気をつけてね。カイネさんとエミール君のことなんだけど、本当は町の人も感謝しているの。ただ態度や主張をすぐに変えられる人は少ないわ。少し時間をちょうだい。私も努力してみるから。はい。ポルさんが神話の森に何かありそうだと言っていたな。あのやかましい連中の村か。気がめいるな。特にどこも変わった様子はないみたいだけど。どうやら手詰まりとなってしまったようだな。何か落ちているぞ。変わった模様の木の実だ。毒々しい文様だな。さすがに食欲は湧かないな。これは。しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ。奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことでもう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。ポポルさんがロボット、あの兄弟
病気の原因は分かったのか。いや、さっぱりだ。そうか。なんだその実は。これさっきの巨木の下で拾ったんだけど。うまそうだな。ちょっと食わせろ。バカ者、そのような毒々しいものを食すなど。うん、うまいな。いらないのならもっとよこせ。本当に美味しいのか。ちょっと俺も試してみよう。なんだこれ、明らかにまずいし危険な味じゃないか。どうしたんですかって、その実食べたんですか。その実は毒の塊なんですよ。さあ早くこの解毒剤を。死ぬかと思った。あんな毒々しい模様をしてるんですから、食べるものじゃないとすぐに気づくと思うんですが。子供くらいですよ、食べるのは。助かった。え、子供だけ。まさかあの子もこの実を食べたんじゃ。考えられそうだな。大人でもここまで苦しむ毒だ。子供の身ではつらかろう。ところでカイネ、解毒剤は飲んだのか。いらん。うまかったぞ、あの実。服装だけでなく胃袋まで異常であったか。死なすぞクソボン。にしても強烈な毒だな。手足がしびれる。私は何ともなかった。きっと胃袋の出来が違うんだろう。普段から大食いだからな、カイネは。下着女は内臓まで下品にできておるのだな。ページをぶちまけられたいのかクソボン。ここで仕留めておくんだ。あっちが怪しいぞ。
天亡霊型ロボット P33 防衛命令実行中。侵入者直ちに。お前、目から水流れている。私のマスターも死んだ。何百年も前に私残して。正確には874年10ヶ月14日2時間43分前だ。寂しい。そのような行動は命令されていない。くれよ、死ぬ。殺す、殺される。くれよ、殺される。ダメ。くれよ、 P33 守る。P33 守る仕事。くれよ、守る仕事。ここならいっぱい機械がありそうだね。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え、あ、大きな音を立てると今みたいな事故が起こる。侵入者1名、事故で死亡。
ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。やあ、いらっしゃい。弟の方か。久しぶりだな。兄さんは元気か。実は4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか？しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか、ならいい。それじゃあな。ちょっと待ってください。なんだ？実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。シロ、これはもう持ってる武器のようだが。良いではないか。2回目だからいろいろあるのだ。しかし見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか？はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて。必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。あと、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーターで使用してください。わかった。これはいい素材ですね。
早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう、助かるよ。さてどうする。武器の修理には時間がかかるようだが。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。分かった。手紙が来ているようだな。お願いね。いろいろ世話になってるし話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。この穴の下が例のロボットのいる部屋らしいな。よし、このまま降りるか。この穴からか。下がどうなっているかわからんぞ。迂回するのも面倒だ。行くぞ。私の職務。
係するのか。上から瓦礫が落ちてくるぞ。避けろ。脱出。外、世界、見る見る。守る、戦う。逃がすか。深淵なる英知の本人。黙って戦え、クズ神。気が散る。叩き落とさないとこっちがやられるぞ。お前さえいなければ、お前さえ、お
前さえいなければ、お前さえ。いいね、人間らしい、実に人間らしい。その辺でもういいだろう。奴がいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。わかった、わかったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦分かった。それにしても不思議ですね。魔物がどうして機械と一緒にいたのでしょうか。機械に指示を出し協力しておるようだった。何か考えがあったんでしょうか、あの魔物には。あの魔物は魔物が何を考えていようと殺した方がいいに決まっている。そうだな。魔物が機械なんかを守ろうとするなんて馬鹿げた話だ。お前たちも気をつけろよ。私も魔物に支配されると仲間でさえ襲ってしまうからな。違う、カイネはカイネだ、魔物じゃない。こやつの言う通りだ。下着女と魔物は違う。魔物は下品な言葉は使わないからな。ぶっ飛ばすぞクソ神。もし魔物に支配されても僕が止めます。そうか。ありがとう。